公立図書館、和歌山県立機南図書館公立図書館とは、都道府県及び市町村、その他の地方公共団体が設立し公費で運営する方式を採用する図書館のことである。現行の図書館法第2条において図書館を図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般講習の利用に供しその教養、調査研究、 レクリエーション等に資することを目的とする施設と定義し、第2項では全項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、日本赤十字書または一般社団法人もしくは一般財団法人の設置する図書館を私立図書館というと規定されている。現在の日本では公立図書館と公共図書館が同一に扱われることが多いが、 図書館法及びそれ以前の旧図書館例においては、私立図書館の存在が広く認められており、私立図書館も、また公共図書館として認められている。なお図書館例においては、公立学校が設置した学校図書館も、公立図書館の範疇に加えられていた。かつては、日本の公立図書館は、普及が遅れており、戦前においては、私立図書館が、 日本の図書館活動の大きな部分を占めた時期も存在した。日本において公立図書館が急速に増加するのは高度経済成長期以後である。なお、財政規模の小さい町村の中には未だに図書館を持っていない自治体や複数の自治体が事務組合を作って公立図書館を運営する組合立図書館を組織する者も,も少数ながら存在する。 また1980年代に京都市立図書館が財団委託運営方式を採用して以後公立図書館と公共図書館の春別の必要性が唱えられるようになった。さらに NPO が運営する図書館など図書館法が想定していなかった図書館の出現を経てその区別の明確化に対する必要性は高まっている。まず図書館資料を選択する。 図書館では購入、寄贈、所轄自治体からの遺憾などによって新しい資料の導入が行われる。その際、所属する館の特性、性格、利用者層に応じて受け入れる資料の取捨選択を行う。利用者が一身上の都合で蔵書をまとまった形で寄贈することも稀ではないが、すべてを蔵書として受け入れていては限られた書庫の空間を圧迫するので、 専門知識によって受け入れて一時保存、あるいは、半永久的に保存する資料として、分別整理しなければならないし、受け入れを断る、必要性も生じることがある。当然ながら、寄贈図書群に対する整理を望まない寄贈者もいるので、不快感を模様させずに納得してもらう、交渉術が必要である。また既存の資料の中には、あえてその図書館で永久的な保存を担わなくても良いものもある。 逆に、地元の郷土資料や諸葛自治体の発行したパンフレットなどは、かなり些細なものでも他の図書館に保存される可能性が低いので極力永久保存を心がける使命がある。さらにプライバシー保護などの観点から既存の資料は公開性の線引きを判断しなければならない。こうして蓄積した資料は利用者の要求に応じて提供されなければならない。 司書はその専門知識によって図書館資料を分類し、閉鎖書庫や開花の書棚に配下する。また利用者は図書館資料を利用したいと考えている分野に関して深い専門知識を持っているとは限らない。司書はその専門性に応じて利用者の要求を満たす。分野の開花書棚を案内し、資料探索の指針を与えることができるし、利用者の要求の具体性が高ければ、 特定のいくつかの資料を選抜して提示することも重要な業務である。あるいは、まだ購入していない資料の場合には新たに購入を行ったり、連携している近隣図書館から取り寄せたりすることも行われる。場合によっては、専門雑誌の記事を大学図書館や国会図書館に副写を請求して取り寄せることもある。司書の利用者に対する仕事は、 こうした利用者の要求があって初めてそれに応じる受け身のものだけではない。地域の特性に応じた資料の充実度や、世相に応じた関連資料群、新着資料などを掲示板や図書館内に設定されたギャラリー空間などにおいてアピールすることで利用者の新たな需要を開拓することも行われる。さらに児童に対する読み聞かせなどの学校教育を補完するような教育活動、 地域出身作家などに関する特別展、企画展の企画、実行なども司書の業務に入ってくる。資料の貸し出し、返却といったカウンター業務の単純作業部分は必ずしも上記のような専門性を要求されないので大規模で職員が潤沢にいる。館の中には司書を当てず、非子書職員の担当としていることもある。しかし、日本の多くの図書館は 必ずしも潤沢なスタッフを抱えているわけではないし、多くの司書が利用者の傾向を肌で感じて、専門業務に反映する重要な窓口として、カウンター業務を位置づけているため、貸し出し、返却事務に勤務時間の多くを割いている司書が多い。そのため、日本社会では、図書館の機能や、司書の専門性が深く社会の必須の機能として、根付いているとは言い難い面もあり。 かなりの数の利用者が師匠図書の貸し出し及び返却の係員程度にしか見ていないということも現状ではある。こうした専門的な活動は当然のことながら図書館の予算内で執行される。したがって師匠は自らの専門業務に必要な予算を計画し、それを地方公共団体などの設置機関に要求し、交渉を行わなければならない。時には、 その正当性を説明するために自治体の議会での説明を行う。ありがとうございます。